にちは、太陽です。今日はですね、ヘルメットのお話をしたいと思います。というのも、いつものヘルメットの紹介動画じゃなくて、何やら道路交通法が一部改正されるということで、そちらのお話を今回はしたいと思います。ヘルメットが今までは、その例えばお子様を持ってる、子供を持って小さいお子様を持ってる人とかが、その自転車にその子供を乗せるときには、そのヘルメットをかぶせなきゃいけないみたいな、そういう法律があったんですよ。っていうのも、児童または幼児がいて、それを保護する責任のあるもの、要するに親とかそういう関係が、自転車に乗せるときにはかぶせなきゃいけないっていうのがあって、でこれが何でしょうね、年齢、例えば12歳以下とかそういうのが今まであったんですよ。その12歳以下だったかな、確か12歳以下のその子供を自転車に乗せるときとか、自転車に乗ってもらうときにはこうヘルメットをかぶせなきゃいけないっていうわけで、子供用のヘルメットとか売れてたわけなんですけども、今まではその大人はかぶってなかったんですよ、ぶっちゃけた話。僕らみたいなそのロードバイクとかクロスバイク乗ってる人とかは結構かぶってるんですけど、電動アシストとか普通のママチャリとか乗ってる人はほぼほぼかぶってるの僕は見たことがないんですよ。たまにかぶってるの見たことあるんですけど、ほぼないと言っても過言ではないんですが、でこれからその法がそこで変わりまして、全ての自転車を運転する者はヘルメットをかぶらなければいけないわけではないんですけれども、かぶるように努めなければならないっていう努力義務というものが今回、法の改正によって一部改正されるっていうことになりました。ヘルメットを自転車に乗るときはなるべくかぶろうよっていう、そういうものになりますね。勘違いしてはいけないところとしては、一応罰則とかはないんで、強制ではないんですよ。その自転車を乗る者は必ずヘルメットをかぶらないと罰せられるとか、そういうことはなくて、なるべくヘルメットをかぶりましょうよっていう、努力義務っていう扱いになります。なので、変な話、ヘルメット別にかぶらなかったところで特に罰則があるわけではないんですが、じゃあヘルメットかぶなくてもいいのかっていうと、必ずしもそうとも言い切れない。例えばその何か事故があった時に、その事故に遭われた方が多分自転車乗ってて、ヘルメットをかぶってたかかぶってないかどうかで、もしかしたらその保険のお金の折り方とか、その賠償責任のあり方がちょっと変わってくるかもしれないんですよ。そのヘルメットをかぶってたら、その例えばその100-0とかになったものが、ヘルメットをかぶらなかったことによって、そのもちろん身の危険、その頭を怪我して死亡してしまうケースもありますし、その保険とかが降りないとか、自分がちょっと立場的に不利になるとか、そういうことが起こる可能性はこれから出てくるわけですよ。最初からいきなりヘルメットをかぶる人が一気に触れることはないと思うんですが、もしかしたらヘルメットをかぶらないことによって、白い目で見られるとか、それでもし事故に遭った時に、ヘルメットしなかったからしょうがないねみたいな、そういう目で見られる可能性はありますよね。正直、ヘルメット今までかぶってなかった人からしたら、ヘルメットをかぶるのちょっと恥ずかしいとか、ちょっと髪型が乱れるから嫌だみたいな、そういう意見もあるとは思います。あと、ヘルメットってこうかぶってる間は別にいいんですけど、外すと結構これかさばるんですよねっていうね、そういうのもありますよね。ヘルメット、例えばその自転車でどっかに行って自転車で完結するんだったらいいんですけど、例えば通勤とかだと駅まで自転車で行って、そこから電車に乗ったりバスに乗ったりする人とかいるじゃないですか。そうするとこのヘルメットどうすんねんみたいな話になるわけですよ。結構人の頭ぐらいあるんでかさばるわけじゃないですか。このヘルメットどうすっかなみたいなね、自転車にかけておいたら取られちゃうかもしれないし、かといって手荷物にこれを加えるのは結構大変だなみたいな、そういうところもあるんで、そこら辺はちょっと悩みどころではありますね。僕もその自転車で例えばお店行った時とか、やっぱヘルメットをちょっと邪魔だなって思うことは正直あるんですよ。その時はかぶりっぱなしだったり、こうやってぶら下げてこうやって持って歩いたりするんですけれども、ちょっとねかさばるよねみたいな感じですね。そもそもなんでこういう道路交通法が改正されたかというと、年々自動車事故っていうのはどっちかというと減少傾向にあるんですよ。若者の車まだじゃないですけど、車運転する人が減ってるとか、そういう車のその進化してるとか、そういうのもあるとは思うんですけど、逆に自転車の事故って逆に増えてるんですよね、その死亡事故っていうのが。自転車が流行ってるのか、その自転車のその
まあ、わかんないけど、とりあえずなんか事故増えてるらしいんですよ。で、増えてて、で、その事故を分析してみると、まあ、要するにその、すごい死亡してしまうケースとか、その、大きな怪我をしてしまうケース、まあ、特に死亡の原因に関しては、やっぱり頭部の損傷っていうのが非常に大きかったんですよ。で、その、なんだろう。ほとんどの事故をこう、いろんな事故をこう分析してみると、その、大体、その、その中で死亡してしまっているケースがあるとして、その中の、大体 60% ぐらい、まあ、およそ6割が、まあ、頭部の損傷による死亡事故になってるんですよ。で、逆に言うと、その、ヘルメットをかぶることによって、まあ、必ず守れるわけではないんですけれども、その、頭を守ることさえできれば、助かるケースっていうのが非常に、まあ、多く出てくるわけで、で、いろいろその交通事故を防ぐ方法として、いろんなアプローチの仕方があると思うんですけど、まあ、例えばその、道路をしっかり、その整備しようとか、その方、そういう、なんだろう、道そのものをまあ改善する、その見通しが悪い交差点には、例えば信号を増やすとか、その、ここどうしてももう渡るところが厳しいところに、その歩道橋を作るみたいな、そういう方、改善の仕方もあるとは思うんですけど、やっぱりお金もかかるし、時間もかかるんですよ、そういうのって。あとはなんか罰則強化しようとかそういうのもあると思うんですけども、ただヘルメットを被りましょうよっていう努力義務っていうのは、あまりお金をかけずに、その命を守るというか、その事故にあってしまった時にでも、その生存率を少しでも上げる一番手軽な方法というわけで、今回それが施行されたのかなって僕は思うんですけれども、とりあえずヘルメットを被っておけば、まあ 100% 守ることはできないかもしれませんが、その助かる可能性が少しでも上がる。だったら、まあ、ヘルメットかぶった方がいいから、一応ヘルメットをかぶってくださいね、みたいな感じで、まあ、今回、強制するのはさすがにちょっと、いきなりあれだと思うんで、まあ、努力義務という形を今回取ったのかなっていう感じですね。まあ、なので、最近ですね、自転車屋さんで、そのヘルメットを買うように来たお客さんがかなり増えたんですよ。1月に入ってからかな。まだ、法が改正されるのは、確か今年の4月。2023年の4月からなんですが、その、これから変わるっていうので、もうまだ変わる全然前なんですけども、ちょっと変わるっていうから、ちょっとヘルメットを買いに来たよみたいな感じで、結構ヘルメットを買いに来る人が最近すごく増えています。で、ちょうど4月なんで、なんだろ、始業式のシーズン、その春のシーズンと重なるんで、その春になったらこれからちょっと新生活を始めて、まあ、自転車を、なんだろう、買う人も増えると思うので、その時にもしかしてヘルメットがバカ売れするんじゃないかなっていう。気はしてますね、はい、個人的には。なんで、まあ、そうですね。あとなんかあるかな、そう。だから、これからあれかな、もしかしたら、その、ヘルメットを自転車乗る上でヘルメットを乗る義務になるんだったら、おまわりさんとかは絶対ヘルメットを被ることになるかもしれませんね。だから、街中でたまにこう、白い自転車で走ってるおまわりさんとかが自転車でこう走ってるじゃないですか。これ、今まではこの、警察の帽子を被ってたと思うんですけど、これからあれがヘルメットに変わるかもしれませんね。てか、変わるんでしょうね、きっと。変わんなかったらおかしいもんね。せっかく法改正したらなんで警察官が守ってないんだみたいな話になっちゃうんで、まあ努力義務なんで別に警察官にも努力義務なんで、まあ別に罰則はないと思うんですが、おそらく被ることになると思いますね。はい、まあ話が脱線しちゃいましたけども、まあ、正直このチャンネルを見てる方は僕がヘルメットのこの顎紐がちょっと長いだけでコメント打ってくるような、まあ真面目な人ばっかりなんで、みんな多分ヘルメット被ってると思うんですよ。まあこれからロードバイクを買う人とかは別ですけれども、はい、そう、こうやって、ここの顎紐がちょっと僕、ブランと結構、苦しいの僕嫌いなんで、垂れてることがあって、それにすごいコメントの指摘がものすごいいっぱい来るんですよ。まあ、それぐらい僕の動画を見てる方は、真面目にヘルメットを被ってる方がおそらく多いと思うんで、まあ、正直、このヘルメットが努力義務になったところで、いや、いつも被ってるから別に関係ねえし、みたいな方がおそらく多いと思うんですよね。まあ、僕もその一人なんですけれども。ただまあ、もしもこの僕の動画を見てくれてる方で、そのヘルメットをまだ持ってない方とか、まあ、そういう方、まあ、法律が変わるっていう話をちょっとでも聞いた方がいたら、まあ、ぜひこの動画を参考にしていただければなと思います。まあ、まだ法は変わってないし、まあ、罰則も特にあるわけではないので、あまり身構える必要はないんですけれども、まあ、これを機会に、せっかくだからなんか、自分に合うヘルメットを探してみるのもいいのかなって思いますね。正直、法を改正するとき、4月ぐらいになったら、もしかしたらヘルメットが品薄になる可能性もあるので、まあ、今のうちに買っておいた方がいいかもしれませんね。で、最近はこのヘルメットみたいに、やっぱヘルメットって、
やっぱロードバイク乗ってない人からすると、まあガチ勢のための道具っていうイメージは多分あると思うんですよ。わざわざ自転車乗るんでヘルメットなんか被るかよって思ってる方も多分いると思うんで、で売ってるヘルメットとかも結構なんかこういうレーシーなヘルメットとかだと、正直一般の人からすると私服に合わせづらいとかあるじゃないですか。でも今僕が被ってるみたいなこういうシンプルなヘルメットだったら、まあ私服で被ってもそんなに違和感はないと思うんで、まあ最初はこういうヘルメットからまあトライしてみるのもいいんじゃないかなって思います。だいたいその僕が見たその買いに来た方も、その通勤とかでその自転車乗ってて、そのヘルメット欲しいんだけどって言ったら、まあ大体僕はとりあえず、まあ私服に合わせたらとりあえずこういうヘルメットですかねって言ったら、こういうヘルメットがバンバン売れていきますっていう、そういう感じなので、まあ、最初からこういうレーシーのヘルメットを買う人はまああまりいないと思うんで、まあ付け心地は最高なんですけど、やっぱりちょっと合わせづらいっていうのがあってね。これはまあそうまあこのヘルメットめっちゃ軽いから、まあどっちかというとこっちの方が好きなんだけど、まあ私服に合わせだったらこっちの方が合わせやすいし、まあ自転車にそのあんまりロードバイクとかクロスバイクとか持ってない人、ママチャリとか乗ってる人とかあったら、まあこういうヘルメットからまあトライしてみればいいかなと思います。ちなみにこのヘルメットはコーフーのヘルメットなんです。日本のまあメーカーになりますね。あと OGK からあのキャンバスアーバンとかキャンバススポーツとか、そういう結構あんまガチ勢っぽくない、まあ、私服でも溶け込みやすいタイプのこのアーバンヘルメットっていうのが売ってますので、まあ、そちらのリンクもよかったら載せておくんでチェックしてみてください。はい、Amazon のリンク載っけておきますんで、はい、というわけで、まあ、今回はそのヘルメット着用が努力義務になるというそういうお話をさせていただきました。まあ被ってた方がまあ守れるんで、まあ被った方がいいと思うんですけど、まああくまで強制ではないので、まあ被りたくないなと思った人は別に被らなくてもいいし、まあ被った方がいいなと思ったらまあぜひ被っていただければと思います。でもしそのヘルメットの選択に迷っていただいたら、僕の動画を見ていただいて参考にしていただければと思います。というわけで、この動画を見て面白かったらぜひグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画お楽しみ。じゃあねー。